バレンタインのコーナーにアストロノミーのチョコレートが売ってたんで買ってきました。はい、宇宙をモチーフにしたチョコをのブランドですね。はい、中身はこちら。スペースオデッセイっていうのを買ってきました。本になってるんですね。ブック型の缶ケースにチョコが入ってると感じですね。はい。でね、裏にこういうの貼ってあったんですけど、ペリッと剥がすとこういう感じになりますね。土星とか木星とかがプリントされてる。ね、表は、こんな感じ。いや、かわいいっすね。めちゃくちゃかわいいです。まあ、缶なんでね、こうやって宇宙飛行士のマグネットとかくっつけることができます。この宇宙飛行士のマグネットは100均で買ったやつなんで別売りなんですけど、めちゃくちゃかわいいですね。はい。で、こちらは本みたいに開くと中出てきます。こんな感じ。こっちに、ここは、ね、太陽系が書いてありますね。で、あ、ちょっと出てきちゃったよ。あ、中身はこんな感じ。いや、かわいい。めっちゃかわいいっすね。いやー、気に入りました。ここにもアストロノミーって書いてありますね。これはどれがどれなんだろう。これが地球ですね。これ火星かな。なんだろう。ちょっとわかんないけど、はい、めっちゃかわいい、アストロノミーのチョコレートでした。どうも、今日は宇宙からお送りしてます。地球の皆さん聞こえますか？というわけでね、今回はこちら、なんだ、アストロノミーっていうね、バレンタインチョコのこの缶ケース紹介してるんですけど、こういうのね、めっちゃおしゃれですよね。あのね、このアストロノミーっていうのは、毎年ね、宇宙チョコね、バレンタインの時期になると、催事場に宇宙チョコが売ってたりするんですけど、で僕は去年宇宙飛行士のマグネットが缶ケースにくっついてるやつが欲しくて嫁にねだったんですけど、買ってもらえなくて売り切れちゃったから今年は速攻で買いました。でね、今年も宇宙飛行士売ってたんですけど、その横にねこれが売ってたんですよね。多分今年から出たやつなのかな。このね、宇宙図鑑みたいなこの缶ケース、めっちゃ可愛いですよね。これね、最後の1個だったんですけどね、はい、ほんと人気あるんですよね。結構2160円なんですけど、もうね、出てすぐ売り切れになってました。はい、めっちゃいいっすよね。でこれね、こうやって開けるとね、中にチョコが入ってるんですね。まあ、食べちゃったんですけど、はい。いいっすね。この内蓋もね、こう、太陽系みたいなのが描かれてるんですね。これおしゃれですよね。これ閉じるとこんな感じね。あとね、こうね、前売ってたね、前にダイソーで買った宇宙飛行士のマグネットをこうやってこう、くっつけるとまた、めっちゃ可愛くなりますよね。はい、このね、アストロノミーのね、チョコレート、惑星みたいなチョコレートね、すごく可愛くてね、楽しく食べられるんでね、彼氏や旦那さんにもおすすめですね。まあ、男の人はね、もう自分で買っちゃうのもいいと思います。めちゃくちゃおすすめです。
どれから食べようかな。やっぱり地球かな。いただきます。おいしい。丸太地球。何でもいいの。好きなのと。これでもいいよ。姉ちゃんハート。はい。おいしい、うん、では何にしようかな。ハートのがいい。ハートが良かった、うん、中も赤い。いちごだ。次はこれあげる。なんでそんな食べちっていいのじゃ。うん、いいよ。では何にしようかな。これかな。では木製かな。これもいいの、うん、金製かな。中トロトロ。次はこのよくわかんないやつ。なんだろう、コンペイトみたいなのついてる。中はホワイトクリーム。うまい。最後は水星を食べようかな。はこんな感じ。ごちそうさまでした。